まあ大きな苦難が近づく中で苦、まあ、い思いの情報ですね苦、まあ、い思いの情報に関しては自分は完全に無視してますまあ完全無視ですねで、まあ、調べもしませんし見たりとかですね聞いたりもしませんで今自分の方ではもう大きな苦難に向けてあの5つのことを実践しているだけでそれ以外のことはもう全くまあ興味がないというかですね完全に無視してます そしてこれでいいと思ってますあのー、そのまあ自分個人のまあ自由意志があるんで、あのー、見ないでくださいってことはまあ言えませんけどもでも一番のですね、あのー、うんいい方法っていうのはまあそういった情報は完全に無視してですね、まあ、5つのことを実践していただければと思ってますねでまあちょうどそのヨハネの黙示録の中にもそれに関しての記述がありますので。 あの下の方にまた説明欄の方であの書いておきたいと思いますけども、まあ、そういった似顔絵模擬の情報には触れないっていうのが一番ベストだと自分は思ってますでまあ万が一触れてしまった場合はですねまあそのまま無視するということですね完全無視するっていうのが一番いいんじゃないかと思ってますねそれでまあ一番それがベストかなと自分は今の感じてますえ今日は以上ですありがとうございました